桃黒佐々木彩香、高切れに、禁断の現役アイドル対決に挑む。24分の5放送、ソレスノーマンにやらせてください SP 出演桃色クローバー Z が、5月24日、金曜日20時から放送の、ソレスノーマンにやらせてください SP に出演する。TBS で毎週金曜夜に放送中の、ソレスノーマンにやらせてください。5月24日、金曜日20時からの放送は、2時間 SP。誰もが一度は見たことのある振り付けを、 その場で完璧にコピーし間違えることなく踊りきることができるかを競う大人げ企画、ダンスの間コピーレボリューションの第5弾をお送りする。今回、SnowMan と対決するのは、事務所の先輩同期後輩からなる、スタートエンターテインメントチーム。ヒップホップやジャズ、バレエなど、さまざまなジャンルのダンスを網羅するキスマイ f t 2 0 0 0がけんと、同企画には2度目の参戦となる河合文と、SnowMan と同時デビューした STONES からジェシー、アメリカにダンス留学をするなど、その実力に定評のあるトラビス i s j a から宮近海トが登場。そして、 ダンス女子選抜チームとして、桃色クローバー Z の佐々木彩香、高切れにが、今年1月に現役を引退し、現在はプロフィギュアスケーターとして活躍中の本田リン、さらに春菜愛を率いて参戦。